キシユかけ×ヒビケアパッド。冬の指先トラブルを救う紙アイテム。驚きの効果最新情報、指先を守る。キシユタ推薦のヒビケアパッドがすごい。キシユタが新たなヒビケアパッドのイメージキャラクターに就任したことは、多くのファンにとっても嬉しいニュースです。彼の姿は多くの人々に親しまれており、そのフレッシュなエネルギーと魅力は、商品のプロモーションにも新たな風を吹き込むことでしょう。 しかし、今回のキャンペーンの背景には、単なる広告等の役割を超えた深い意義があります。それは、冬の乾燥した季節に悩まされる指先のケアという、日常的な問題へのアプローチです。冬になると、寒さと乾燥によって多くの人が日比谷赤切れに苦しみます。これは特に手洗いや水仕事を頻繁に行う人々にとって、大きな悩みの種です。 従来の日比ケア製品はクリームタイプが主流で、効果はあるものの、手洗い跡や水に触れるとすぐに取れてしまうという不便さがありました。こうした現実の声に耳を傾けた結果、完全防水の日比ケアパッドが誕生したのです。これまでの製品とは異なり、新しい日比ケアパッドは逆 T 字型のデザインで、指先をしっかりガードしつつ、簡単に取れにくい仕様になっています。これにより、 水やアルコールから指先を守ることができ、日常のさまざまなシーンで安心して使用できるようになりました。この商品が登場した背景には、現代の生活スタイルが大きく変わり、手洗いや消毒がより頻繁に行われるようになったことがあります。特にコロナウイルスの流行以降、衛生管理が一層重視されるようになりました。そのため、手肌のケアが欠かせない日常となっている今、 こうした新しいプロダクトの登場は非常にタイムリーです。指先のひび割れや乾燥に悩む多くの人にとって、このパッドは画期的な解決策となるでしょう。また、岸優太が今回のキャンペーンで選ばれた理由も興味深いものです。彼のイメージは、若々しさと挑戦心、そして人々に勇気を与えるポジティブなエネルギーを象徴しています。岸自身もコメントで、久しぶりに一人の仕事なので、 気合が入っていますと述べており、彼の意気込みが伝わってきます。彼のファンにとっても、この新たな挑戦を通じて、騎士がどのように新しい一面を見せてくれるのかが楽しみの一つでしょう。さらに、騎士が手に対して特にこだわりを持っていることも興味深いポイントです。彼は、指を褒めていただける機会も多くありますが、指にとって大敵な冬がもうすぐやってきますと語り、指のケアに対する意識を高めています。 実際に、手や指のケアは多くの人にとって日常の一部であり、特に女性にとっては美しい手肌を保つことが重要な美容要素の一つでもあります。騎士の発言は、こうした美容や健康に敏感な層に強く共感を呼ぶものであり、彼が日々ケアシリーズのイメージキャラクターとしてふさわしい理由の一つでもあります。日々の手洗いや家事、水仕事によるダメージは蓄積されやすく、冬場には乾燥も加わることで、 ひび割れや赤切れやが深刻化しますこのような状況において、クリームがすぐに取れてしまうことは非常にストレスフルです。しかし、新しいひびケアパッドはその問題を解消するために開発されました。完全防水であるため、日常生活の中でクリームが落ちる心配がなく、指先をしっかり保護し続けます。このように、機能的かつ実用的な面での進化は、 製品の利用価値を大きく高めているといえるでしょう。また、このパッドが目指すのは単なる治療効果だけでなく、日常の快適さを提供することです。例えば、主婦の方々や手仕事を行う職業の方々にとって、指先のトラブルは仕事の効率にも影響を及ぼします。水や洗剤に頻繁に触れるため、ひび割れや赤切れが悪化しやすい環境では、このひびケアパッドが指先を守り、 作業中の不快感を軽減する重要なアイテムとなるのです。一方で、こうした製品の登場は、さらに広い範囲での健康管理への意識を高める契機にもなりえます。私たちが毎日触れるものや使うものに対してどれだけの注意を払っているのか、そしてその影響が体にどのように及ぶのかを再考するきっかけとなります。指先は細かい作業や触覚を司る重要な部位であり、そのケアを怠ると、 日常生活全般に影響が及ぶ可能性があります。こうした観点から、テレビのケアは単なる美容だけでなく、全身の健康にもつながる重要な側面であることを強調すべきです。また、岸優太が日々ケアパッドのキャンペーンに参加したことは、彼自身のキャリアにとっても大きな一歩です。アイドルとしてグループ活動を行ってきた岸にとって、一人での仕事は新たな挑戦であり、自身の成長を示す機会でもあります。 彼のファンにとっては、騎士がこうした新しい役割に挑む姿を見ることが、彼を応援する一つの大きな理由となっているでしょう。彼のキャラクターと響きケアパッドの機能性が合わさることで、商品そのものがより親しみやすく、実用的であることを強調しています。さらに、今回のキャンペーンは単なる広告活動にとどまらず、生活の質を向上させるというメッセージが込められています。冬の厳しい環境の中で、 多くの人々が感じる不便さや苦労を少しでも和らげ、快適な日常を提供するための製品として、日々ケアパッドは重要な役割を果たします。手肌のケアに対する意識が高まる現代において、この商品がどれだけ多くの人々に支持されるかは、今後の展開が楽しみです。岸優太自身も、こうしたプロジェクトを通じて、より多くの人々に向けてメッセージを発信することができます。 彼の言葉や行動は、ファンにとっての励みであり、同時に商品に対する信頼感を高める要素となっています。彼の存在がヒビケアパッドにどのような影響を与えるのか、そしてその影響がどれほど広がるのか、これからの展開に期待が寄せられています。このように、キシユタとヒビケアパッドのコラボレーションは、単なる製品プロモーションを超えた、生活をより良くするための取り組みの一環として、 多くの人々に受け入れられらていくことでしょう岸優太と日比ケアパッドのコラボレーションが持つ意味は単なる宣伝活動を超えて日常生活におけるケアの重要性を再認識させるものです。現代社会では私たちは手肌の健康やケアに対する意識が自然と高まっています。頻繁な手洗いやアルコール消毒が必要な環境下では指先の乾燥やひび割れは避けられない問題であり それに対処するための手段として日々ケアパッドのような製品がますます必要とされています。特に、寒い冬が近づくにつれ、これらのケア製品は多くの人々の日常生活に欠かせない存在となるでしょう。また、今回のキャンペーンを通じて、岸優太が強調しているのは、テレのケアが、美容や、健康の範疇を超えて、全体的な生活の質、QOL を向上させる要因であるということです。 乾燥した指先は痛みや不快感を引き起こし、作業効率や集中力にも影響を与えます。特に、手を頻繁に使う仕事や家事を行う人々にとって、ひび割れや赤切れが悪化することは、日々のパフォーマンスに直結する問題です。そのため、指先を適切にケアすることは、快適な日常生活を送るための不可欠な要素であり、ひびケアパッドはその解決策の一つとして大いに期待されています。 さらに、ひびケアパッドは単なる治療的な役割を超えて、予防の面でも役立ちます。例えば、クリームタイプのケア製品は、問題が発生した後に使用することが一般的ですが、ひびケアパッドは日常的に使用することで、問題の発生を未然に防ぐ効果も期待できます。これにより、指先のケアがより継続的かつ習慣的なものとなり、指を酷使する日常の中でも安心して活動できる環境を提供します。 これが多くの主婦や作業者、そして日常的に水仕事や手を多用する職業の方々にとって重要な製品となる理由です。岸優太のキャリアにおけるこの新たな挑戦は彼がアイドルとしてだけでなく個人としての存在感を強く打ち出す機会でもあります。彼のイメージは常に明るく前向きで多くのファンにとって励みとなる存在です。そんな彼が響けやシリーズの顔として選ばれたことは 製品の信頼性をさらに高める要素となっています。騎士がコメントした、気合が入っていますという言葉には、彼自身がこのプロジェクトに対してどれだけ真剣に取り組んでいるかが感じられます。そして、その姿勢は、ファンだけでなく、製品を使うすべての人々に対してもポジティブな影響を与えることでしょう。また、このプロジェクトの成功は、 将来的なな市場展開開や製品開発にもつががる可能性があります日々ケアパッドのような実用的かつ効果的な製品が広く受け入れられることでさらに多くのケアアイテムが登場し日常生活を支える製品群が充実していくことが予想されます岸優太という人気アイドルがその一端を担うことは彼自身の影響力を社会全体に広げる重要なステップでもあり同時に彼のキャリアに新たな価値をもたらすでしょう 今回の日々ケアパッドのプロモーションが成功すれば、他のケア関連の製品やサービスとのコラボレーションも増えてくるかもしれません。例えば、スキンケアブランドや健康関連企業との連携は、岸優太の健康志向やライフスタイルを反映した新しいプロジェクトとして展開される可能性があります。こうした未来の展望は、彼のファンにとってもワクワクするものであり、同時に製品のさらなる進化を期待させる要素となっています。